こんにちは、サイズです、今日もここ栃木県宇都宮市アメカジの聖地クッパー宇都宮店よりサイズ TV をお届けします。はい、店長の木さんです。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。木さんさ、はい、ファミコンってやった？やったっすよ。やった F1 からやった。 F1 からやった。 F1 レースから任天堂の、そうそうそう、 あの一番最初のぶつかってすぐ爆発するやつ。はいはいはいあれでさ、こう縦スクロールのさ、はい、シューティングゲームって結構いろいろあったじゃん。グラディウスとかね。グラディウスは横、あれ、あ、ゼビウスゼビウスとか、ね、ゼビウスね、スターフォースとかね、はい、はいはい、ありましたね。あったんですけど、はい、私すごい印象に残ってるゲームがあって、はい、1942ってゲームだった。何それ、知らない？知らないです。ゲームのタイトルが1942っていうタイトル。知らない。知らない。そんなあったんですか。そう、ハドソンとかから出てたんですか。カプコン。あれどこだっけな、どこだか忘れちゃったけど、はい、まあ普通にアーケードゲームだって、はい、縦スクロールで、あのアメリカの、はい、P38 かなんかかな、まあ操って、はい、あの普通に撃ってるんだけど。へえ。敵はなんか日本軍っぽいやつなんだよ。すっごいなんか国内で発売していけないやつですね。いろいろとね。最終ステージ沖縄とかな。うわー、えぐいな。結構えぐいですね。でなんかこう追い詰められると、はい、こう宙返りとかするとかわせんだよ。へえ。その宙返りの回数制限とかって。はいはい。すごいです。よく鮮明に覚えてますね。1942、まあ、まさにってやつですね。そうなんです。海戦のね。そうそうそう。っていうことですよね。でなんかその小学校中学校の時とか、はい、あの戦争って大体何年ぐらいかなみたいなのはそれで覚えてた。覚えてたまあまあでもそういうこと、記憶っていうか、そう覚える時にはね、なんかこじつけが、はい、ね、必要ですから、はい、そういうのにはすごく役立ったんですね、ファミコンもね。で今出せんのかな、それってね出せないでしょ。出せないよ。いろいろだって相手日本兵っぽいんですよね。そう、なんか試練会とか、ああそっち系の、名前はちょっともじってんだけど、そんな風な匂いしてる感じなの。よく作ったっすね、日本人はね。日本人が作ったんですかね。多分そう、自虐的というかなんで、はい、まあね、でも史実に基づいたことなんでしょうからね。まあね、それはしょうがないです。しょうがないというか、まあそれがあっていうの今ですからね。はい。1942ね。はい。そうなんですよ。それ1942っていう、もうはい、1942ね。タイトルが1942。タイトル1942なんですね。しょうがないですね。そう。なるほどね。3とか見てたかもしれない。続編みたいな。続編で43、はい、翌年、はい、最後46なんですか。ような気もするすごいですね。もうなんか決まってますね、年号的に、ね。まあまあ、でもね、戦争ですからね、そうね、第二次世界大戦ですから、はい、本当にもうね、歴史的な大イベントでしたからね。ね、はい、じゃあ、そんなわけでね。はい、1942ですよ。1942ですね。今日やりたいのは1942です。1942やりたいの。はい、大丈夫ですよ。1942やりますんで。はい。はい。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。サイズ TV。こちらですね、奥さん。はい。こちらが1942です。42。はい、42です。どちらの、フリーホイラーズ。フリーホイラーズの。はい。フリーホイラーズさんの、はい、506WX、マイガルファーストの1942。っていうことになります。対戦だよね。対戦です。対戦。まあ、厳密に言えば、ほら、第二次世界大戦で、1941年12月7日、真珠湾攻撃から始まるのが第二次世界大戦。はいはい、で、対戦突入した最前期モデルって言われるものです。要は、対戦突入して、はい、数年経ったっていうところの武士統制が完全にかかったっていう前の、はい、一応対戦始まってからアメリカは結局すぐ武士統制始めるんです、はいはい。始めるんですけど、レベルがあるんです。その第一段階の弱いレベルの時のモデルなんで、はいはい、まだディテールが豪華なんです。いわゆる37のディテールを持ってるんだけど、生地が対戦なんです。なるほど。そう。対戦当時にリーバイスが結局生地を厚くしていくんですよ、はいはい。厚くして色を濃くするんですけど、はいはい、そこはもうそのまま通して。ただ、まあ、結局銅とか使っちゃダメだよとかいろいろ言われてるんで、まあ、そういうのは簡素化してるんですけど、そういう簡素というか、はい、その代替品ではやってるんですけど、一応基本的にはディテール上まだ何も変更せずに、減らさずに作れてた時代。だからこの42年の8月までが実はこのモデル、はい、8月以降になるといわゆる僕が来てるこのモデル、はい、ボタン4つになるし月桂樹だしフラップなくなるしっていうものになります。なので、はい、本当に短い期間、
約8ヶ月。8ヶ月。はい。あれだけ生産されたモデル。そうですね。なので、よく幻の配線とか言われるのが、このモデルですね。なるほど。はい。配線じゃないんだけどね。そうなんです。本当にそこは、ね、まあ、僕もお客さんとかでいろいろ喋りながら、誰が対戦って分かるんだろうって、そうなんですね、とこにはなるんですけど、対戦なんです。対戦ですよね。はい。もう着てる人が対戦だと思えば対戦ですから。そうですよ。そう。はい、逆に言うと、これをね、ファーストでしょっていう人は、浅はか。なるほど。はい。もう、笑ってやってください。分かんないねと。そうそう。そのぐらいの強気でいてください。もう、着てる人がね、曲着じゃ対戦なんだって分かってれば、それでいいんです。分かりました。はい。じゃあ、ちょっと細かいディテールを見ていきましょう。はい。はい、で、まあ、対戦モデルなので、まあ、なのでってことないですけど、一応このタグの子は 506WX のままになってます。はい。まあ、頭に S 品番とかをつけてないです。S 品番がつくのはシンプルファイドって言って、いわゆるこのモデル。はい、はい。僕が着てるこの44とかその辺が、いわゆる簡素になったやつなんで、でね、簡素になってませんから S はつかないですね。そうかそうか。シンプルになってないから、ね、はい。シンプルになってないですね。まだデラックスなんで。なるほど。はい。で、先に一番まあ、一番の違いで言っちゃうと、ここの生地使いよく見てもらうと、はい、襟なんですけど、はい、これ、縦にこう使ってるんですね。縦っていうか、この流れなんですよ、これ。はい、普通の G ジャン、僕のやつ見てください。僕のやつ見てもらうと、こうか。そう。こう流れるんです、普通は。はいはいはい、なんですけど、これはこう使われてるんです。で、じゃあこの年代がみんなそうだったのって言うと、実はそうじゃないらしいんですよ。はい、このモデルもあったらしいんです。だから、このディテール自体もかなりマニアックな。になります。一応今回のこのフリーホイラーズさんのこのモデルに関してはこの襟の生地使いを変えてるっていうのも一つの大きなポイントです。確かに。ちょっと違う、ね。違うね。そう。色落ちしてくるとも余計わかりますよ。対戦生地なんで縦落ち感ももっと強いですから。ね。はい。普通こうなるんだけど、ね。そう。普通はこうなるんだけど、こうなる。こう落ちてくる。なるほど。っていう生地使いになってます。誰も気づくんだって話だよ。誰も気づかないかもしれない。捨てる人はわかる。ね。はい。はい、で、生地は一応対戦の生地になりますので、はい、まあ、フリーホイラーズの前でもご紹介しましたけど、かなりムラ感とザラ感の強い、縦落ち感の強い生地ですね。はい、まあ、本当に着込んでってもらえると、しっかりと線の強い色落ちが上がってきますんで。ちょっと厚くて濃くてみたいな感じですね。そうです、そうです。そんな感じの生地になってます。はい、で、ステッチの方も、ちょっとこう、オレンジじみたイエローになるんですけど、まあ、一応まあ、完全なシンプルなイエローっていうよりは、ちょっと少し色が若干違うんですね。はいはい。っていうのに変えてます。で、まあ、フラップはもちろんついてます。あるね。はい。で、もちろんこの中には銅のリベットもついてます。ついてます。はい。こういうところ隠しもついてます。はい、で、ボタン、一応銅首の銅の鉄コーティングとかではなくて、これ完全鉄になります。あ、なるほど。はい。頭も鉄。で、メッキなしですね。はい、なんで、自鉄の感じがそのままなんで、逆を言うとサビ感が強く出やすい。で、サイズは通常のものと同じになります。はい、37よりも前になるとスモールボタンとか出てきますけど、はい、でなくていわゆるちゃんとした 17mm の普通のボタンのサイズになります。はい、まあ、本当だったらリーバイスって書いてある。そうです、そうです。ステカスの、まあ、クリオファイザーの、まあ、バニッシングウエストってここに書いてますね。はい、はい、で対戦になると要はこれですかね。対戦はこっちの月桂樹になりますかね、うん、はい、っていう違いです。で、あとは背面です。はい、いわゆるバックルバック、シンチバックですね。はい、シンチバックなんですけど、これはなんか諸説あるらしいんですけど、一応これは黒塗りの、まあ、対戦のモデルに近いような鉄バックルになってます。はい、これはなんか普通の自鉄のやつもあるらしいんですけど、一応フリホさんのやつはちょっとこう対戦らしくするために黒に、黒のメッキか、のやつにしてますね。リアル針で。リアル針です。リアル針で、ね。はい。まあ、中はちゃんと針で、ね、危ないですからね。はい、突き抜けますね、はい。はい。そういうものにはちゃんとなってます。まあ、だからあとはその形ですね。対戦モデルってやっぱり基本的にはアームホールが広かったりとか、はい、身幅が広かったりとかっていうちょっとこうゆったりしたバランスシルエットなんですけど、これは37なんで、はい、やっぱり形的にはもうちょっとすっきりとした形になってます。そうですね、だからそこら辺が、まあ、よりなんかそれは本当に対戦モデルなのって思わせるとこにはなっちゃうんですけど、うん、僕が最初に言った通り一番違うのは生地ですから、はいはい、生地がもう全く違いますので、そこは本当に着てもらえると分かると思います。着込んでてもらえば差が出ます。はい、だから本当にね、もう例えば僕みたいにこの対戦サイズさんもそうですけど、はい、4445を持ってて、はい、これをじゃあどうするか、うん、どうするかなって。そう、本当にそこなんですけど、はい、意外とね、着るとやっぱり対戦の生地結構好きじゃないですか、はい、僕もそうなんですよ、好きなんですけど、はい、でプラスこのシルエットちょっとスッキリしてるシルエット、うんうん、意外といいんですよ、ね、そうするとなんかあれってなってくるっていう、ちょっとね、危険な魅力を持ってます、なるかな。いや、これね、着た方がいいですよ、確か。結構なりますよ。結構今そうやってやられてるお客さんが多数出現してますから。どうせ私のサイズないんでしょ。あります。あるんですか。何だったら全部あります。じゃあね、ちょっと試着させていただきたいと思います。はい、ぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。
はい、聞きました、はい、私が44、はい、で私がこれ40、はいはい、まあ、だからジャストサイズ、ね、そうですね、ジャストサイズ、僕が普段着てる体勢も40なんですけど、はい、もうちょうどいい、ちょうどいい、少なく、でかくなく、なんかやっぱ体勢よりすっきりしてる、ね、そう、やっぱこう縦のラインが綺麗に見えるじゃないですか、はいはい、そのやっぱり形的にシャープなんですよ、こっちの方が、対戦を常に着てると余計わかります。そうね、はい、確かに。だからね、違うんです、全然形が。違うでしょ、違う、対戦って呼べるのか、はい、対戦って呼べるだから、だから幻なんですよ、うん、ね、そんなね、あからさまに対戦って言ってたら幻じゃないじゃないですか、まあ、そう、ね、そう、だからやっぱこう、うん、人が見たらわかんないぐらいが幻なんですよ、うん、だから幻なんです、確かに。そういうことです、幻だよ、幻ですね。でもやっぱり生地はね、ざっくりとした質感で対戦らしい色地、荒々しい色地が出てくるモデルになりますからね。だから、ぶっちゃけジージャンとしてすごい形がいいですよね。普通に。そうそうそう。ほんとそうなんですよ。普通にいいんですよ。そうだからね、結構やっぱその対戦って結構癖があるんだけど、うん、この癖がない。はいはい。もう本当にジージャンの形のかっこよさっていうのをそのまま味わってもらえる。そうですね。はい。モデルになっているので、はい、いいんです。着ちゃダメだ。着ちゃダメだ。そうそうそう。あの、フリホらしい着ちゃダメなやつ、ね。着ちゃダメなんですよ。犬とやばくなるやつ。はい。ジージャン。もうね、みんなそうですよ。じゃあ、したらもう年後で、ね、確かに47とかって、はい、もうちょっと青いよね。そうなんです。ね、対戦だからやっぱ黒いじゃないですか。黒いよね、そう、はい。そういうところも、ほら、違いが見えてきたでしょ。そうするとこれがまた特別に見えてくるんです。特別だね。でしょ、わかりづらい沼ですよね、本当にね。でもまあ面白いです。こういうモデルもね、あった、実際にあったモデルですから、ね。はい、まあ、私今日した対戦だってね。じゃあもう生地感一緒です。生地感は似てるわけです。はい。まあ、そういった、うん、いい感じです、うん。なるほど。はい。奥さん、じゃあちょっとワンサイズ上げましょう。上げましょうか。はい。はい、じゃあ行ってみましょう。はい。はい、します。はい。はい。お互いね、ワンサイズ上げて、はい、私は44から46に、はい、しました。で、僕は40から42になってます。ですね。ちょっとオーバーサイズ。はい。はい。やっぱちょっと肩落ちるよね。そうそうそう。ちょっとたっぷりするんですね。で、まあ、あの、サイズさん来てもらうと、46からは、あれですよ、Tバックですからね。後ろのね。もう T ですよ、T。そう。まあね、このブランドさんによっては全部 Tバックっていうものもあったりしますけど、これはもうちゃんとあの、46、48だけが Tバックですから。はい。だから Tバックが来たかったら、このサイズを着るしかない。スペシャル感があるね。なんかね、そう、Tバックって、やっぱ Tバックってなんかスペシャルだよなって思っちゃう部分はありますよね。そう、でもサイさんは別に正直地でどっちも着れるから。そう。でかすぎない。そうそう。別にいけるじゃないですか。そう。僕らの身長だとやっぱ正直袖を折んないと、さすがにもう袖丈が長いっていう。確かにね。そう。ただ、あえてそういう着方っていうのもまた一つですからね。そうですね。そう。だから僕これ42で、これはこれでね、ゆったりしてて全然いいんですけどね。前編しても全くきつくないし。そうだね。はい。中にだからスウェットパーカーとか着てね。はい。アウターっぽく着るんだったら全然このサイズ。いや、いいなぁ。いいでしょ？この形といい、バランスといい、生地といい、うん、そしてね、なんとやっぱり言えるのは、うん、まあ、やらしいこと言いますけど、おそらく次がないんですよ。そうだね、はい、最初の最後、そうそうそう、だからあの、その意味では、はい、僕がいつも着てる、さやさんがいつも着てる対戦モデルってのはある程度こう何回か頻発にやってますから、はいはい、まあ年に1回ぐらい、今年はやんなかったですけど、うん、まあ年に1回ぐらいは出る可能性は秘めてはいるわけですけど、これはね、次がないです。ないだろうね、はい、これをまた次やるってことは多分ないんで、まあ、そういう意味では前回までね、ちょっと対戦まで買えなかった人で、うん、まあちょっと今回、頑張っちゃおうかなっていう人は、頑張る価値はだいぶあるかなと思います。はい。なんか下も出るらしいしね。下はね、そうなんです。この後なんですけど、ちょっと1ヶ月ぐらい後に出ます。来ちゃったね、そうなんです。セットアップでね。セットアップで。いやね。ねってね。ね。ね。そう、そうなんですよ、ほんと。かそう、まあ、42モデル、対戦モデルっていうのは本当いろいろあってね、面白いんですけど、そう、まだその入りきらないモデルっていうね、その要は変な話、そのいいとこ取りみたいな、うん、そう、あのディテールも満載だけど生地も対戦になってる、面白い生地に変わってるっていう、その面白いとこのいいとこ取りっていうね、ちょっとずるいモデルですけどね。ずるいなダメだこれ、毎年スローに入ってるもうね、本当どんだけだよっていう感じもしますけど、まあね、
ちょっと対戦モデル、僕なんかは逆に言うともう結構最初の頃に対戦買ってるんで色落ちしちゃってきてるんで、はいはい、まあそろそろちょっと新しいの欲しいなって思ってる人なんかは逆にあえてこっちの対戦買うんです。それはいいね、ただね私から半年くらいしか来てないんでそうするとね、そうなんさすがに同じような色になっちゃって、ちょっと早いよな、ちょっと早い、ちょっと早いんですよね。まあでもね、今年出ちゃったんで、そうね、そう、これはこれでね、しょうがない、ちょっと考えよう、はい、ぜひ考えてください、はい、はい、ありがとうございます、はい。サイズ TV、 はい、そういうわけでね、はい、最後にね、最後また今度入れ替えましたけど、私が42超ジャストサイズ、超ジャスト、で私がまあじゃあ僕ぐらい身長が46、ティーバックをしたらどうなるか、はい、今はこう袖一回折り返してますけど、袖一回折り返せばちょうどぐらいか、そうね、はい、確かに。こっちはちょっと私ダメですもんね。ちょっとツンツルテになっちゃう。でもほら昔このぐらいでしたよみんなね。昔はそう。そう。昔こんなもんでしょ。ボタンを止めて止めてね。ビタビタでね。はい。よく着てましたよね本当にね。はい。確かに。まあだけど本当にまあでもこの着方がダメなわけじゃなくて、これはこれでインナーとして着る着方としては僕は全然ありだと思ってるんで。シャツみたいな感じ。そうそうそう、はい、本当にジャケットじゃなくてシャツっていうね、うん、感覚の着方でこっから馴染ませてやるぜみたいな、ね、着方でもいいと思います。まあ、なしじゃないよね。なしじゃないです。はい、そう。ここでも、ブヨログとかいいな。これはこれで。カバーオールみたいな。カバーオールカバーオールだけ、カバーオールだと思って着ればいいですね。そうだね。カバーオールだと思ったらカバーオール着ればいい。えカバーオールほら、音声低いから。なあ、そうね。そうです、ね。はい、ヘビ音声着たいね。はい。でもいい感じですね。これサイズの悩みもあるね。そうなってくると、ね。そうですね、はい。サイズさんだけでもね、一応3サイズいけるっていう話になってくると、はい、じゃあどの着方すんのみたいな ね。そう。だけどね、まあやっぱその中でどういう着方をするかはちょっと自分の中で、はい、逆を言えば通常の対戦はね 4-2 で持ってるとか 4-4 あ 4-4 で持ってるんだったら私は 4-4 ですね。じゃあこれはあえてティーバックでみたいな ねちょっと分けるとありだよね。そしたらねまた買う枠が出てきちゃう。そうね、危ない危ない危ない。まあでもねあのマジで素晴らしいと思います。はい、はい、まあ、その上ちょっとグラグラするアイテムなんで、アイテム、はい、グラグラするもんと、はい、そういうアイテムですから、はいはいはい、じゃあそういうわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。Set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.